はい、こんにちは、グランピーです。今しまなみ海道の大三島というところに来てます。でここの大三島っていうのは、入り口のしまなみ海道出発地点の尾道からだいたい40キロちょっとで、時間でいうと3時間ぐらいという場所にありまして、しまなみ海道来て折り返して帰ろうかなっていう、そのちょうど折り返し地点になってるのが、ここですね。向こうに見えるのが多々羅大橋っていう橋で、柱の間でですね、こうパーンと叩く木の棒があって、それ叩くと竜の声が聞こえるよみたいなのがあるのがあそこで、その橋から降りたところにあるのがサイクリストの聖地と言われる、よく、写真をアップしている人がある、もう定番中の定番の場所ですね。で今回はその場所はちょっと割愛してですね、僕らが行くならこういうとこ行ったらいいなという場所をご紹介するというところです。で今日行くところは初めて実は行くところなんで、どんなところかですね、実は詳細分かんないんですけども、ちょっと行ってみようかなというところです。では早速ちょっと行ってみようと思います。はい、では到着しました。輪っかさんという場所なんですけど、ちょうどあっちにですね、看板があって、カフェだったりホテルだったりツアーだったり、なんかいろいろあってですね、すごいなと思います。でこの場所はラファーを着てる、ライダーの人とか、にしまなみ海道に行ったら、まあ、ここ行ってみてってずっと言われとってですね、ですごい気になってたんで、今回来てみたという感じです。でさっき看板を見たらですね、自転車以外もホテルがまずあって、マリンスポーツとかクルージングとか農業体験、釣りドローンっていう感じで、結構いろいろアクティビティがあって面白いなというところですね。でタクシーもありますね。その海上タクシー、サイクルタクシーあれか、すげえ、何台詰めるんやろ、ああいうやつがあってですね、すごい面白いです。でどうやら自転車をですねこのまま持って入れるみたいなんで、ちょっと行ってみようと思います。楽しみですね。あ、ここに書いてますね、ここにバッカって書いてます。サイクルオアシスって書いてますね。あ、すごいな。無料休憩、無料更衣室、Wi-Fi、セルフ修理、シャワー室みたいな、もう何でもありますね、もう。あ、ほんまや。ラファーサイクリングクラブ、パートナーカフェって書いてますね。すごいな。さすがラファーですね。あ、こんにちは。このまま行っても大丈夫なんですか？はい、まっすぐ行って突き当たり右手がカフェでございます。あ、了解です。まっすぐ行って突き当たりがカフェだそうです。多分さっきのがレンタル自転車なのかな。すごいな、これなんか突然海外に来たみたいな。あ、これシャワー室、トイレ、すげえ。こっちは何やろ、ホテルなのかな。あ、ホテルっぽいですね。ドミトリーみたいなのがある。こっちはタバコのマーク書いてました。グランピングみたいな感じなのかな。おお、景色最高。あ、ここがカフェになってて、ここで注文するみたいですね。はい、自転車はなんか中で止めてる人もいたり、こっちの広場で止めてる人もいたりですね。正面には橋と島とバッチリ見えてるという感じです。はい、
タコライス頼んできました。めっちゃええ匂いします。あそこに僕自転車止めてるんですけど、あの普通はここまで持ってこれます、持ってこれるみたいです。で結構ですね、僕のやつ重たいんでひっくり返ったりしたら嫌だなと思って、あの端っこの景色がいいところに置いてます。はい。でランチは、もうギリギリやって、2時までやったんですけど、さっき時計見たら59分で、ね、本当にギリギリでしたね。はい、ということで、タコライスいただこうと思います。ではいただきます。よし。あ、うめえ。うまいな。うまっ。やってしまいました。デザート頼んでしまいました。あのランチを頼んでプラスでドリンクもお借りしてしまいました。実質自転車で来たらカロリープラマイゼロぐらいじゃないですかね。ちょっとドリンク2杯目は紳士の飲み物紅茶をチョイス。ちょっといただきます。いい香りが、はい、ではデザートいただきます。あれ、これ食べれるんやろか。これなんやろ。ちょっとこの葉っぱを、なかなか苦いっす。いただきます。結論から言いますと、最高でした。あの人が結構多い、時間帯があるので、そういう時はですね、あの料理が出てくるまでちょっと時間がかかると思いますんで、余裕を持って来てた方が、いいかもしれないです。で今回はカフェだけの利用をやったんですけども、他にも、シャワールームですとか、いろいろ設備があるので、今度来た時はですね、ぜひ使わせてもらおうかなというところです。いやー、しかしちょっと食べ過ぎましたね。お腹いっぱいです。ということで、大三島しまなみ海道の途中にある、輪っかさんに、来てみました。ぜひ、来た時、しまなみ海道走りに来た時は来てみてください。以上、輪っかさんハイクルオアシスからお届けでした。ではありがとうございました。